星は日本を負けさせたい何者かが送り込んだトロイの木馬だ。ゴーエンジの足をやったのもそいつらの計画的な犯行だと考えられる。それでどうするんだ、キド。俺はあいつを排除する。しかしキド、一星を排除すると言っても一体どうやって。いるだろう、そういうことに向いている奴らが。そこの二人、ああ話がある。間もなく後半戦です。一星を潰すだと？面白いじゃねえか。ひれ伏してもらうぜ、俺という神の前にな。反撃。日本対オーストラリア1対3、オーストラリアの2点リードから後半戦が始まります。日本は指示通り潰す。ああ、たやすいことだろう。刻印を持つ者は敵の中にもいる。キックオフです。よこせ。おっと、ハイザキとキラヒロトだ。ナズマジャパン、待ち開始のかかった後半戦、一気に上がっていく。行くぜハイザキ。ほらよ。日本、猛烈なパス回しだ。ナイストラップ。一星、大丈夫か。はい。あいつら。おい、ハイザキ、ヒロト、お前らアホか。おれ、ああいう柄の悪い人たちに絡まれたことあるでごっしゅ。ああ、あの二人、何をやっているんだ。ハイザキとキラヒロト、一気に攻め込んだ。ほらよ。速攻の末のシュートはゴールならず。キド、どこまでやる気だ。彼らチームメイトを攻撃してる。不粋な者どもめ。うぜえ手はもう使わせねえ。何？ちょっと、何なんですか？
光には警戒していたはずだろう。クズどもは連携プレーもできるようだ。どうやらこのフィールドは汚ねえ奴らだらけのようだな。君、完全に狙われているね。だがこれ以上はさせません。我ら刻印の意志のままに。オーストラリア、アスタルト、一気に攻め込んだ。来い、タイミングさえ合わせれば。何をしようと止められはせんぞ。タイムトラップ。空神、雷神、オーストエンド、クライスピーター。ゴール、エンドを呼ばず、またも得点を許してしまった。技なしじゃ止められない。風神雷神でタイミングを合わせる方法を見つけるしかないか。よし、必ず見つけてみせる。遠藤君、心配ない。遠藤君は必ず答えを見つける。夏美さん。あ、夏美さんのお土産。こんな時に。一星は潰す。だがタイムトランスを止められなきゃ負けだぜ。まずは一星を排除することに集中しろ。一星に対処するのはいい。だが軌道優斗を見失うなよ。排除だ。おっと、サルカタナスがパスをカット。あいつら、一星ごとまとめて潰してやるか。灰崎たち、わざと一星を狙っているのか。あいつらなんかしてやがるな。おらよ、くらえ。このチームエキサイトしているぞ。これは試合というよりもはや構想だ。あれじゃフィールドの悪魔というよりフィールドのチンピラですね。俺がやる。いや、俺だ。青春してるね。どうなってるんだよこの試合。アスト、アストさん。で、坂の上、見事に前線に繋いだ。坂の上、もしかして君も一星を。何のことですか。ほらよ。ザ・エクスプローション。一星。おっと、一星、放送の果てに流れ玉が当たったかのようだ。マキシマムのマザーリアス。太陽のギロチン。一星、大丈夫か。なあ、灰崎たち、さっきから一星を。はい、僕のプレーが気に入らないんでしょうか。え、なんでそんなこと。
まさか、キドウさんが。あいつら、調子に乗りやがって。こうなったら、やつを出す。いいでしょう。ここでオーストラリア選手交代だ。キドウさん、灰崎たちが一押しや敵を攻撃してるのはキドウさんの指示ですよね。どうしてですか。こんなのサッカーじゃありません。キドウさん、お前何にも見えてねえな。オーストラリア選手の交代です。さあ今こそフィールドに降臨するのだ、ルシファーナス。ルシ、必ずやる。稲妻イレブン。ルシ、行け。ルシ、分析。ターゲット候補リストアップ。6番、4番、2番、決定。ボールを持ったのは新たに入ったルシファノス。何者だあいつ。通しませんよ。ルシ、ターゲットロックオン。みたいです。切られた。坂の上、どうやら接触した時にスパイクで傷を負ったようです。大丈夫か坂の上。俺見ました。あいつのスパイクに刃物が仕込まれていたの。なんだって。敵はここまでするのか。キドウさん、行動を起こすべき時があるんだ。大切なものを守るためにはな。でも一体何が起きてるんですか。全てはチームを守るためだ。坂の上、お前の仇は俺たちが取る。待ってください。俺にやらせてください。ほう、まだ続けるつもりか。ルシ、いくらでも切る。行きますよ。太陽のサタン、お前たちの悪事をお日様のもとに照らし出してやる。ルシ、またお前切る。坂の上、どうした。そんなの聞かない。行くぜ。おっと稲森が来た。俺は正々堂々とサッカーがしたいんだ。ヒューラさん。次の作戦だ。またお前かかったな。作戦通り、仕上げはこれだ。氷の矢。何でしょう。ボールに異常があったようです。ルシのアイデンティティ消滅。どうしたんだ。ポキ倒れたのよ。
あいつの個性がね。坂の上、お前いつの間に氷の矢を。とことん練習したんです。日浦さんのがかっこいいから俺も使いたいなって。それでできるようになるのか。はい。すごいね。あいつ舐めたことを。僕らで蹴りをつけるまでだ。ここでオーストラリア早くも交代です。どこまでも荒れた試合だ。君はどう見る？日本が勝てるかどうかはただ一つ、遠藤守がタイムトランスを止められるかどうかにかかっているわ。小細工はやめだ。タイムトランスを彼らが防げぬ以上、僕らは点を取り続けられる。みんな守るぞ。クルジ、どうすればタイムトランスを防げるんだ。絶望を味わうといい。遠藤くん、いきなり何してるんですか。絵になるな。遠藤くんへのメッセージ。あれが、あれは団子。三つの団子、赤白緑。そうか、タイムトランスを防ぐ方法は三色団子だ。通じてる。何がだよ。行くよ。タイムトランス。こっ、クジン雷神。出てこい、三つ目の魔人。やったぞ。三体目。なんて技だ。もう一人の魔人を出すことでタイムトランスの時間差攻撃に対応したというのか。遠藤さん、すごいです。夏美、サンキュー。おお、さすが夏美さん。海外帰りなのにお土産がお団子だったのって、このためだったのか。よーし、みんな攻めろ。はい。イナズマジャパン反撃に転じるか。太陽のサタンだかなんだか知らねえが、見せてやるよ本物の悪魔ってもん。悪魔だろうと天使だろうとひれ伏すしかないんだよ、神の前にはな。俺に考えが。そうはさせない。妨害してやる。行くぞ。面白い。氷の必殺技を複合させるオーバーライド炸裂、新たなる必殺技だ。
最後の切り札をつかか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 いますよ。一星、大丈夫か？立てるか？すまん、手が滑った。キド、お前は、お前だけは絶対に許さん。残り時間はわずかだけど、俺たちは罠にかけられていた。まさかこんなことになるなんて。次回、稲妻イレブンオリオンの刻印、仕組まれた罠。稲妻イレブン今日の格言。行動を起こすべき時があるんだ。大切なものを守るためにはな。以上。